バトルが転生後に戻ってきました。刺激 VS ダットリーマンです。叫んだの さあ、この転生後に2人がやってる姿はあんまり見たことないけど、どうなったっけ。刺激の動きがかなりいい。ダットリーマン大丈夫か。遠大パンでさあ、これにはいい加減にしろと。タッチパンダキックオフ、遅らせに下村入ってんね。遅らせ壊しだったんですが、バチッとフロー入れてきました。じゃあ開幕レバダイスタート。エンダイパンかなり的確に使いますね、刺激側が。あーっとっと、ここまでは、はい、さばききれず、針が入って壊してあげる。あー、逃がさない。さあ、ダドの鳥かごって感じですが、ジャクマシーノータイムで打ってきた。ジャクマシー感自体はガードされてもほとんどのキャラが多分感覚はないんじゃねえかな。最後の削りにはすごくいい技ですね。ブラック、これはよくいった。重ねたがしっかり落として、あー、ブロックから中大波動陣内10パンが火打ち。変態パン10パン陣内、これでリーチか。ブラップ、ここはドンピシャの中盤だけ攻撃。下ブロー、最後は勝負でしたね。前か下かって感じでしたが、1個前の中盤だけ攻撃めちゃくちゃうまかったんだけどな。最後は刺激がもう側を勝負してきました。さあ、 2P 側はユリアンどっち、ルーさんか。さあ、刺激剣 VS ルイリアン。ルイジャン台形大きい。ユリアンの修正力の一つですね。刺激を素早い動きで、あー、うまっ、減った。竜巻4発はね、減るんだって。あれは中当たったヘッドに対して、あ、これはこっからあるのがユリアンです。あー、ダブルアップした気味だっけど、浮き方がちょっと変だった。あー、いろいろ惜しかった。さあ、刺激、あ、第一ランドゲット。スカシ中パン EX セットはいろいろ読み合い回ってんな。さあ、お互い地上戦しつつ、どっちが攻めにいくか。上見てんねー。ち、7ヒットだよ今ので。どんだけ減ったんだよ。しかし入れ替わってテリブルは通らない。出してあげ、ユリアンゲージ作れるか。エクサード波動拳処理が出る。あー、地獄車。刺激がかなりいい動きしてますね。さあ、また3立てなのこれ。マジで。さあ、忍踏ん張れるか。さあ、ここはユリアンじゃなくてユンできた。めったにマニアックスとかでは出てきませんが、忍ユンも大概強いです。てか、なんならあれプレクペ準優勝ですからね。コンボできるキャラはね、この男強いんですよ。タチウオ台ポン、ここだけ。さあ、ゲースタート。おーおお、マジか。しゃがみじま強えな。おお、前捨てに投げ返し。一文字は届かないか。おお、投げ、マジで重足昇竜。マジ忍ぶよ、やる気満々の時に出てくるイメージ。まあ、このキャラは、まあ、揺れもそうですけどね、特にこのキャラね、あの、久しくサード触ってないと、まあ、コンボ安定しないですからね。あー、かくらしてるー。マジ刺激だいぶやるぞ、これは。ここは全部電子。さあ、
剣影どこで使う。これ遠距離から発動したが壊して追い返しつつココアガード。ここでシーン、あ、ボトムインが正しいのか。あ、緊張系大盤。あー、もう魔法の前方です。あの雷撃からはもう無理です。あれは広げる中大ハドジンライアルティナゲ、マジ。さあ刺激キー KM チーム 3-0、 本